はい、これもね、ちょっとですね、実は、数日前に、その、赤坂のバー三代目の方にですね、航空の科学の元信者さんが来まして、で、まあ、その信者さんからちょっと聞いた話なんですけれども、まあ、そのね、航空の科学のその元信者さんが、なんか、東大の人で、東大卒の人で、で、その、東大の、剣道部に入ってたらしいんですよね。で、劉邦も東大の剣道部だったんですよ。で、結構その東大の剣道部の中では、その、まあ、OB に大川劉邦がいるっていうのが、これがだからすごい結構割と、まあ、話題みたいで、まあ、他のね、剣道部以外の人とかはあんまりもう、もはや知らないみたいな感じらしいんだけども、その、まあ、東大剣道部の中では、その、OB、大川劉邦いるのっていうのが、これが結構割と、なんていうか、鉄板ネタみたいな感じらしいんですよね。まあ、例えば、そのね、僕で言ったら、その、青学の、高等部のハンドボール部に、直接、蓮舫さんね、立憲民主党の、そう、事業仕分けでね、炎上した蓮舫さんがね、直属の先輩で、いるわけでございますが、まあ、そういう感じで、その、まあ、OB、OG とかで有名人がいたら結構ね、まあ、その部活の中とかで語り継がれるみたいなね、話があるみたいで、で、結構その、東大剣道部って、まあ、割と、劉邦がいた時が、だからもう40何年前とかかな、まあ、かなり古い歴史がある、かなり体育会系の、まあ、きつい部活みたいで、で、まあ、ちょっとね、まあ、それで、まあ、当時の劉邦の様子とかをね、まあ、ちょっとその人に聞いたんですね。そしたら、まあちょっとね、まあちょっと面白いっていうか、まあ笑っちゃいけないかもしれないけど、まあちょっとうわ残念だなって思った話があったんでね、今日はね、それを紹介しようと思います。まあざっくり説明すると、劉邦ね、東大の剣道部、いじめられて辞めたらしいです。はい、ということみたいで、で、まあその、まあ、OB の結構上の人とかが、その、いや、俺が、ね、大川隆法、当時の中川隆史君、俺がいじめて、辞めさせちゃったんだよ、みたいなことをね、言う結構上の方の OB さんとかが、いるみたいで、東大剣道部って結構割とね、その、まあ、割と官僚とか、まあ、警察組織とかね、だからそういうところとかに行ってる人とかも多いみたいな、かなりだから、その、伝統ある、縦社会型のね、部活みたいな、わけでありまして、で、それで、まあ、その、劉邦が、まあ、その、まあ、いじめられて辞めたっていう話なんだけども、まあ、その、どうやらカルチャー的に、もうかなり厳しいみたいで、その上下関係みたいなのがね、そうか、先輩の言うことは絶対みたいな感じで、当時は、だからもう40何年前とかだから、まあ、割とね、うん、今だったら、まあ、まあ、なんか、コンプライアンス的にね、それはダメでしょ、みたいなこととかも結構、まあ、割とね、当時の文化だと横行してたみたいな、ことがあったみたいで、まあ、そういうのにね、耐えきれなかったんじゃないかっていう、まあ、話で、で、まあ、その、劉邦から僕が聞いた話を、思い返してみて、劉邦もその東大剣道部の時の話をしてたんですよね。で、まあ、その時に劉邦が何を言ってたかっていうと、僕はその、いじめられて辞めさせられたとかいうことは、そこまでは聞いてなかったんだけど、とにかく嫌な思い出だったってことはね、言ってましたね。まあ、その、とにかく劉邦が、嫌だって言ってたのが、その合宿？なんか合宿とかね、まあ、その車とかで、遠出しなきゃいけない。のがあって、それをだから運転しなきゃいけないと。まあ、その、下のね、下の学年の、まあ、1年生とか2年生とかは運転しなきゃいけないと。まあ、それで、運転して、それで昼間に、酒を飲むんだと。で、酒を飲んで、それで、夕方、その後、まあ、なんかまあ、昼間に酒飲んでるのに、それで、また運転して帰ってこなきゃいけないみたいな。まあ、そういうのとかが本当にしんどかったみたいな話を、まあ、してて。で、劉邦って、その、酒飲めないですよね。酒一滴も飲めなくて、本当に、体質的に飲めないんですよ。一滴でも、口に触れたのも顔真っ赤っかになっちゃうみたいな。で、なんかその、まあ、ケーキみたいなのとかで、たまになんかラム酒とかが入ってるやつあるじゃないですか。まあ、それとかを間違ってそのね、リビングで、食後のデザートに出てきた時とかに、その、ケーキを食べたら、うわ、酒入ってるじゃなきゃ、って感じで、もう顔真っ赤っかになって言ってきて、っていうぐらいマジで酒飲めないんで、そう、だから、でも、当時の、その、まあ、部活だと、やっぱりその、体育会系のガチ飲みなんで、飲まないとかいう選択肢がないみたいな、っていう感じだったらしいんですよね。だからもう酒飲めないとかないから、みたいな感じで、問答無用で、まあ、特に下級生の時とかは飲まされて、で、それでもうぶっ潰れて、みたいな感じになって、それがしんどかった。くて辞めたんじゃないのかなっていう、まあ感じですね。だからまあ、劉邦が、その、まあね、大学の部活の愚痴を言ってるのは、まあそういうのがしんどかったみたいな、ろくなもんじゃなかったみたいな、ことを言ってるのは聞いたことあるんだけど、まあ実際のとこは、まあ、まあそういうね、まあ、なんかいじめって言ったらいいのかな、どうなのか、まあわかんないけど、まあそういうので、まあついていけなくなっちゃって、まあ辞めたらしいということみたいですね。で、結局それで部活を、まあ辞めて、そこから多分もう人間関係とか嫌になっちゃって、それでまあ、本を読んだりとかね、まあ
そういうことに、まあ、没頭してって、友達もいなくなってね。多分、まあ、部活入ってたら、さすがに友達はね、友達がまあ、その、同級生とか先輩とかのつながりとかってあったと思うんだけども、多分、それで剣道部を辞めちゃったことによって、その、社会とのつながりっていうか、まあ、そういうのを失ってしまったんじゃないのかなっていう話で、まあ、劉邦がね、その、学生時代、東大の時に友達が一人もいなかったっていうのは、まあ、すごい有名な話なんだけども、最初はそうじゃなかったらしいっていう、最初は、その部活の、多分、剣道部のね、人たちとのつながりとかもあったと思うんだけど、それを、まあそういうところでね、まあ、ついていけなくなっちゃって、辞めたっていうのが、この、まあ、劉邦のね、人格形成に大きな影響を及ぼしたんじゃないのかなと、まあ今聞いて思うんで、まあなんかね、それは、まあなんか、そう聞くと、まあちょっと劉邦かわいそうだなって思わんでもないかなっていう話。まあ40年前のね、まあその、まあ部活とかって多分やばかったと思うし、僕もね、まあ体育会系の部活やってたので、まあもう高校生の時とか、だからまあ今から、まあ20年ちょっと、あ、20年弱か、17、8年前ぐらいだとかだけど、その時ですら、まあ今じゃね、ありえないみたいな。まあ今だったら絶対それ、まあ、顧問の、先生とか、しょっぴかれてるよな、みたいなこととかも、まあそれはあるけど、40年前だったらもっとすごかったんだろうね。だってやっぱお酒か。やっぱり劉邦にとってお酒が飲めないっていうのが、これが致命的だったんだなと思うのが、やっぱそのね、体育会系の部活のね、なんかサークルとかの、なんかあれ適当なやつじゃなくて、そのやっぱ断れない、飲み方になるじゃない、その体育会系のね、部活って。やっぱそれが無理だったっていう、その物理的に酒が飲めなくてっていう。で、当時は多分その飲めないとかない、みたいな。もう飲むか死ぬかみたいな、まあそういう感じの会社だったと思うから、やっぱ酒が飲めない体質に生まれてしまったっていうのが劉邦の不運だったのかなと。だそれは商社に行った後とかも、その商社で、まあお付き合いとかでお酒飲まなきゃいけないとか、キャバクラ行かなきゃいけないとか、まあ、そういうのが本当に苦痛で苦痛で仕方なかったみたいなことは、ずっとそれは劉邦はもう繰り返し食卓でしたから、やっぱりこの酒が飲めない体質に生まれてしまったっていうのと、その東大剣道部での挫折っていうのが、まあ劉邦のね、後の人格に結構な大きな影響を及ぼしたんじゃないのかなと。まあ、それが、競争大川流法を形作った、実は大きな原因の一つだったんじゃないのかなというのが、わかりました。はい。まあ、なんでね、神になりたかった男、改装し大川流法にね、これは収録できなかった話なんだけども、まあ、実は、まあ、東大の剣道部で、まあ、いじめられたというか、まあ、ついていけなくなっちゃったっていうのがあったみたい、ですね。まあ、しかも、まあ、話を聞いてみると、それは流法が悪いのかって言われたら、いやなんか、そうでもないのかなっていうか、まあ、まあ、合わなかったのかなっていう、カルチャー的にね、まあ、僕もね、早稲田の高校、一年で辞めたりとかしてるから、やっぱり合わないコミュニティにやっぱ長いできないと、それはまあ気持ちがわかるから、それは確かにまあ劉邦もまあ人間性には問題はあったのかもしれないけれども、まあちょっとまあ不運だったかなっていう、体育会系のまあ剣道部に入っちゃったがゆえにっていう、ところはもしかしたらその劉邦のね、この選択肢っていうところで、もしね、まあわかんない、当時サークルがあったかどうかとかわかんないけど、もうちょっと緩い、なんか同好会とかに入ってれば、まあそうはならなかったのかもしれないかなとか思ったりとか、なんとかしてねっていうのを、東大の、剣道部 OB の、人からね聞いたのでっていう話でした。ということで、劉邦大学時代のね、挫折についてという話でございました。これは多分本当に、剣道部の、東大の剣道部の人しか知らない話だと思うんで、まあ、一つのね、ちょっとこれは参考資料として、一本動画にしておきました。はい、ということで、幸福の科学ネタもね、ちょこちょこ挟んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。